じゃあとりあえず大先生ナスリが投げてぶつけていい？俺に？あ、一回だ、一回だ、一回試すの。お前それぶつけるから OK。 いや確かに、あの鬼塚でションペンしてあのなんかあの呪われた可能性あるから一回だ。やるぞ。ありやな。お前に取り付いてる可能性のある鬼も払っとこ。そうそうそう。一回一回ナスリかをぶつけ、うん。投げてもらうとかまへんけど。じゃああのメタリックボリューム。ちょ待て、ちょ待て、待て。え、何か。ない場所変えよう。あの図書館じゃさすがにちょっと投げてほしくない。投げまーす。おい、俺会員やめて。はい、いいよ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 。やっちゃって。あー、おら。あー、体が勝手に打ち返す。かっかき返す。打ち返す。打ち返す。なんで打ち返す？なんで打ち返すね。どこ押さえてくれへんかい。あー、押さえるわ。え、押さえます。清大先生は抵抗しますか？いや、もはや諦めます。だから、ロールもなしにトライでいいですよ。あ、じゃあ、ロブが押さえて、よし、どんどんもう一回や、もう一回、もう一回。押す、いくぞ。押さえたぜ。よし、いけ、押せ。ほら。ナスリカが、当たりそうになった時、ゾムが押さえつけていたその鬱は、ものすごい力を発揮し、ゾムから逃れた。なんや、なに、なんやて。なに、これがトラウマの力や。あいつ、え、あいつなんかもう、やばない、なんかお前、あいつおかしいよな。おかしいよな。あいつの周りにナスリカの陣気づいていい。どういうこと？出られへんようにな。出られへんようにあいつの周りにナスリカの夫人気づく。ナスリカの陣ありありあり。ナスリカの陣を敷くと、ついに鬼が本性を現した。お、鬼はやめてくれ、やめてくれと叫んでいる。なんかこれ以上鬱に精神的なダメージを与えたら。鬱は鬼から解放されるだろう。いけいけいけ、まだまだいけ、やれ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 、鬼を払ってやれるぞこれで。よし、いけいけいけ、もっとやれもっとやれ。いや待って、鬱先生自身の精神攻撃も OK なんやろ。ちょっとなんか暴露秘話とかないんか。そうやな、これスマホに恥ずかしい写真あんねんけど。あと俺なんか鬱へのナスリカの効果目撃っていうのがあんねんけど、これどうやって使えばいいんですか。あ、俺持ってる俺持ってる。これどうやって使えばいいんですか。あ、それも単純にナスリカが苦手やなっていう共通認識がある。ああ、そういうことね。あの、とりあえずナスリカこいつに食わそうぜ。そうすればダメージ上がった。いや、精神攻撃はちょっと俺このうつのほら恥ずかしい過去の写真見せつけるわ。エミール、なんとかしてくれ。ここは踏ん張りどころや。いや、エミさん、ここは踏ん張りどころや。あの、いや、これを早くあいつの口にねじ込むんやって言いながら、あの、手にナスリカを渡します。はい。するとエーミールもどうやら様子がおかしくなり始めました。え、ナスリカ嫌いや言うてるやんか。おい、吐きそう。え、マムナスリカ嫌い。お前昨日ナスリカ食ってなかったっけ。お前油ずみでプラスしちゃった。ナスリカ行こうぜ。ちょちょちょ、トントン、ナスリカの陣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 、トントン、俺にナスリカ負けてくれ。おせ、お前にもちょとりあえずサンプルのナスリカ全部出すぞ。おら、ありがとう。ナスリカはくっせ、ナスリカくっせ、ね、これやめてくれ。ナスリカを使うことで撃つとその眷属の戦闘は全て解除されました。人的かもしれないが鬼の憑依が解けたのだ。わ、やったー、やったー。なにこれ、野菜だらけやっけ。おい撃つ、あ、なんや。そこのナスリカを食え。食えるかお前、食ってみてよ。ウツはナスリカを吐き出しました。あれ、まだなの。鬼関係なく苦手なものなのでそれは。あ、そうか、あ、そうか、そうか、そうか、文献にも嫌いなもんだもんな。あかんわ、これなんか全然いける思ったけど全然あかんわ。ちょっと待って。急に吐くしたや。ごめん、ほんまごめん。そういえば、あの、完全に忘れてたわ。払える目安、ナスリカ食える食えへんちゃうかったら忘れてた。いや、せやねん、あの、もともと嫌いなもんが払えるもんやもんな。せやな、あの、最初から嫌いやもんな。ごめん。錯乱したけど、もう食うでもうとやんけ、お前。やっと、一同が遊んでいると、ロボロのスマホに、チーノから着信がありました。お、てん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 。ちょ、ごめんよ。中図書館ではマナーモードにしていただくようお願いいたします。いや、ほんと頼むよ、頼むよ。すいません、すぐ、じゃあ、外出るんです。すいません、すぐ、ちょ、はい、はい、すいません。はーい。じゃ、すまん、あの、俺、このサイズで持たれへんから、取ってくれんか、どうぞ。オッケー、俺がかけるわ。あ、ナムナム、チーロボさんですか。あれ、ナムナム、あれ、ナムナム、ナムナム。
ダムダムマイクミュートになってるんだよ。ダムダムミュートダムダムミュートダム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 ミュートやで。電話かけてきたのにマイクミュートダム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 ナムナム？ナムナム？ナムナム？ナムナムのミュートが解けないナム。タバコ吸ってんのさては。今日は次の入力してる。固まった。ああ、最新のスカイプによくあるやつ。お、帰ってきた。ナムナム？ナムナム？ナムナム？ナムナム。ここに伏せていたショッピー棒の意識が戻りました。お、お、おマスか？マジっすか？はい。お、じゃあ。打ち出の小槌なんですけども。はい、トロツキ寺の裏にある鬼塚に埋めたと証言しておりまして、すぐに来ていただくことは可能ですか、はい、あ、行きます行きます、すぐ行きます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 、ありがとうございます、ありがとうございます。おい、シーノボーさんから連絡あってんけど、ショピボーさん目覚ましたらしくて、はあ、で話を聞いたらどうやらあのトロツキ寺の裏にある鬼塚のところにどうやら内田の小槌隠したらしいねんな。はぁ、あ、とりあえずあの見つかったのは見つかったらしいから、とりあえずよしよしよし行こう行こう、すぐ行こう、はい、行こう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 。寺に着くとチーノに連れられ、一同は本堂の裏にある鬼塚へとやってきた。これがここか普段の鬼塚か。あれ、俺おしっこしたとこ、おしっこしたな、ここ。お前ここに来たんか、ここでやった、ここで。いや、危なかったわ、ほんまポクポクチンチンって感じやってんけどな。やましいわ。え、チーノボさん、ここにあるんですか、うちの小槌は。ショッピ坊の話では鬼に操られて箱から取り出した小槌を埋めたとのことです。よし、なんとかしてとりあえず掘り返すか。一同が鬼塚の近くを掘り返すと、無事内田の小槌を発見することに成功しました。いや、内田の小槌か、これでロボロ潰してみる。ちょ待て待て、来たやな、待て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 、だからおもろいな。いや、この小槌でロボロの頭パーン殴ったらいけんやろ、これ。あの、ちょっとええからって、とりあえず潰そうとすな、お前ら。え、でもなんかあの、ほら、よくもおとぎ話では、なんか、うちでの小槌で、あの、とりあえず、あの、ほら、藤岡フロシみたいに、大きくなれ大きくなれって言ったら大きくなれやろ。現実はそんなうまくいかへんね。これで殴ったら痛いんか。いや、痛いやろ。わかるやろ。頭悪いよ、お前。これ、なんか、こんなハンマー状したやつで叩いて痛いに決まってるやろ、お前。おぉ、心までなくしてしまって。ロボロ、ロボロ、ロボロ、身をもって教えたろよ。なんや、お前、たった20センチぼっちで俺に勝てると思ってんのか、お前。まあまあ、ちょっとあの、こいつにかまってる、ちょっと話進まんから進めるけどやな。はい、あの、どうぞ。確かやな、俺の部屋に、うん、覚えてないけど、確か、トロツキ人からあのもらったその猿にもわかるツイナの木っていう。あ、そんなし、そんなあんの、そんなあんじゃん、猿鬼払いの方が書かれてるはずやから、ちょっとそれ探しに行かへん。お、そうやな、わかった、じゃあそれ見てからやるか。うまいな、じゃあとりあえずうちのこと俺が持っとくわ。うん、そやな、とと思って。いや、しかしな、うん、さっきなんか言ったサルとロボロでも分かるってなんかうんぬんかんぬん言うとったやつ、うん、ロボロは言う、うん、ロボロの部屋で見た気すんな。ええ、ちょっと分かる、思い出せるかな、いつ見て、ちょっと頑張って思い出してみるわ。うん、頑張って。まさかお前、知識振りますね。3分の3です。せーあ、ごめん、俺アホやったから2やったわ、失敗です。ナイスです。んちょっと頭を殴ったら思い出すんちゃう、殴って。あ、お前やあの、ゴム殴るんやったらついでにこの小槌殴ったって。小槌殴ってや、あ、小槌殴るわ。うん、どうなるんやろ。え、頭殴ったんやろ。そう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 、大先生すまんな、ちょっと頭殴んで。おいや、うぅっせい。あ、やっぱゾムさん人間の心があるから何度言うても手加減してくれるな。とはいえ頭そこそこ痛いです。HP マイナス1。裁判の証拠集め中や。あ、ちなみに今のブログは撮ったから証拠を提出の時はうちに連絡してくん。あ、ありがとう。え、これ何ともなってへんの俺。いや、とりあえず思い出したんかって聞いて。うん、そや、うん、思い出したんこれ。え、思い出さないでしょ、そんなに。え、そうだよ。